バイキングの船港より望む大聖堂港ロスキレはデンマークのシェラン地域にある都市。世界遺産に登録されたロスキレ大聖堂がある。人口は約5万4千人。シェラン島の北部にあり、ロスキレフィヨルドの採用に位置している。2006年まではロスキレ県の行政府所在地でもあった。比較産業が盛んなほか、ベーコンの工場なども立地している。約30キロ東に、 コペンハーゲンが位置しており、道都島で通勤する人も多い。デンマーク最古の町の一つである。町のバイキング船博物館で、かつてバイキング船が、ロスキレ湾帝から5隻発掘され展示されている。11世紀より、デンマーク国王の宮殿が置かれ、1170年、ロスキレ大聖堂が建てられた。世界遺産にも登録されている、ゴシック様式のこの大聖堂に、 デンマーク歴代国王の棺が安置されている。その後も15世紀半ばまでデンマーク王国の都であった。1658年、この都市でロスキレ条約が結ばれ、スカンディナビア半島南部の領土をスウェーデンに割上した。1847年、デンマーク発の鉄道によってコッペンハーゲンと結ばれた。1972年、ロスキレ大学が建てられた。 そのため多くの学生がロスキレで生活している。ケビン・マグヌスセン F1 ドライバーやんマグヌスセンも F1 ドライバー。ありがとうございます。